久保さん、DJ 社長、CD100、CD、歌100枚ぐらい出してるんですよね、100個ぐらい。数値当たるというか、いっぱい出して。で、なんか iTune とかの、なんかその、なんだ、なんか再生されると 0. 何円とかなんか課金されるらしいんですけど、なんか iTune とか、なんかそういうところ、音楽さ配信サービスから合計で500ぐらい入ってるらしいですね、安定して。 5600。で、音楽新しく出すと、もうちょっと増えたりとか。すごいっすね。いっぱい出して、いっぱいだありますからね、聞くもん <laughs> うん。あ、なんかね、結構ね、僕は、あの、体張って DJ 社長やってんなっていうのはね、なんか、なんですかね、うーん。 なんか、寮やってんすよね。うん。なんか、まあ、ちょっと僕とは生きるところを目指してるところは違うんですけど、もう、結局、その、そこを目指すために、なんか、いろいろなんかやるために、寮はやっているっていうのはね、もう間違いないですね。だから僕が、ちょっと、240時間かと。越されたなと。100時間ライブ、俺やってたのに、結構、 伝説だぞと思ってたら、でもう2倍かと。<laughs> 参りましたみたいな話ですね。まあだから量はね、やった方がいいですよ。いってらっしゃい。